川があります。対岸で二人の男が喧嘩をしている。その喧嘩をどうやって止めるか、この問いをある時寺に集まってくる若者たちに、言ったことがある。答えはざっと次のようなもんです。水中を歩くなり泳ぐなりして、とにかく向こう岸へ行く。船があるなら船で行く。行って止める。2番目は大声を上げて仲裁に入る。3番目はこちら岸にもっと人を集めて喧嘩の成り行きをじっと注視する。大勢の人に見られると喧嘩はなかなかしにくい。4番目はこちら岸でも誰か相手を見つけて喧嘩を始める。注意をそらすため。5番目は喧嘩をしている者の悪口を言う。ありとあらゆる罵詈雑言を浴びせかける。するとこちらへ喧嘩の矛先が転じられて自然に喧嘩はやむ。みんなこういろいろ考えてくれたわけなんですよね。本当に結構な答えなんですが、それぞれ考えてるわけで、私の答えを聞きたいですから、それはね、僕かてわからんのです。その時その場にやっぱり居合わせてみなかったらね、それはわからない。それよりもね、あんたはね、この問いについてどれくらい真剣に考えておられるか、あなたがその場にぶつかったつもりになり切羽詰まってどれくらい必死にこの内容と一体になったか、このことが大事だと思うんです。答えはどうでもいいんです。要はその立場になってみること、当事者になってみること、いわば家中の人になることなんです。そうすれば何か方法が出てくるんです。明治時代に西槍牧山という和尚さんが東北地方のお寺におられた頃、戊辰の役で幕府側の落ち武者が寺に駆け込んできた。かくまってくれ、喝を入れずして、また官軍の兵が落ち武者を追って寺へ駆け込んできた。隠れた落ち武者をここへ出せ。この官軍の兵隊に牧山はいささかもこう慌てる。そのようなものはおらんわいと軍家に言ってのけた。官軍の兵はそれを聞いても信用せずに、寺に入るのをこの上でしかと見た。こう言って腰の刀に手をかけたわけ。牧山も去るもんで、ああ、殺すつもりやな。わしを殺すつもりだろうが、それならいいだろう。殺すがいい。だからちょっと待ってくれ。わしも人間だ。この世の別れにちょっといっぱい飲ましてくれ。言って、傍らのところに手を伸ばして、悠然と灰を固めた。すると、こう、血を至っていた官軍の兵も拍子抜けがして、何やらブツブツつぶやきながら、寺から出て行ってしまった。周りの者がこの一部始終を見たり聞いたりすれば、さすがは、禅宗の坊さんだ。伊達に修行しておらんわいと。感心しようが、とんでもない牧山禅師にしてみたら必死だったわけよ。最初は官軍と落ち武者の争いなんか、所詮他人の喧嘩に過ぎなかったわけよ。ところが何やらしに落ち武者をかくまったことで、いつの間にか自分も他人の喧嘩に巻き込まれてしまったわけや。それどころじゃないの。落ち武者を出さないとお前をぶった切るぞと、刃は自分に向けられているんだ。生きるか死ぬかなんだ。そうなれば、牧山禅師やけのや、ヤンパチだ。自分が殺される味を味わってみようということで、好きだった酒を飲むわけよ。官軍の兵をたぶらかそうなんていうのは余裕はない。別に種も資格も何もない。牧山禅師はその時、その場で、その時に感じたこと、欲したことをやってみただけに過ぎない。一杯の酒にも死と銅に昇るという禅宗の言葉がありますけど、たった一杯の酒でも蝶が乗れば、高い銅へ昇って、月を見、目で花を慈しむ。それでいいんです。興ずるままに騒ぎ浮かれる。笛吹けど踊らずじゃない。笛吹けば踊る。南山に鈴に打てば北山に舞う。これです。それが生き生きした人間の姿なんです。